社長がミッチに怒ってます、うん、はい、それ本当にあったやつやんけ。お疲れ様です。お疲れ様です。本日ははい、なんか大喜利、大喜利です。大喜利風ゲーム、はいはい、まあ、ちなみに写真が3枚とテキストが3枚あるんだけど、はいはい、まあ、それに対してなんちゅうの返答みたいな感じで、返答して、はい、まあ、どんどん何個も出してくれるよね。で、今日はちなみにその、よかったら座布団みたいな感じで勝負、はい、あ、これそれ2万、3万みたいな感じで、はい、お前は私、はい、逆にマイナスもあるから、それマイナスとか、あ、募集もあるんですか。募集、塗り替え道場の、塗り替え道場通貨がありますで、これちょっと100万円貯まったら、まあ、100万円分かどうかわからんけど、プレゼント企画か、なんかポーション作ったりとか、はい、なんかプレゼント企画やろうか、はい、やりましょう。いいですね。はい、うん、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ最初のお題はこんな職人嫌だ。こんな職人簡単だけどね、うん、こんな職人嫌だ、あるっすよね。あるある、職人ならではある、職人ならではある。まあちょっとライトのやつからいくわね、はい、ライトのやつから僕がいいですか。はい、じゃあダルさん。そんなに仕事できないのに一番最初に一番目に上がってくるんです。あー、足場職人ならでは、足場職人ならで、特になんかマンションとか組んどると高くなるじゃないですか、はいはい、でも後から来る職人ってもう基本的にやっぱもう下をちょこちょこやったりとか、どん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 下から上に上がってくる感じなんですけど、 あんまり仕事できないやつに限って、あのエレベーターとか使って一番上まで登って裏からぐるーって、で、バラすやつだな、もう、足場ってバーって下につながっていくもんね、はい、バラすやつ一人か二人じゃん。そうです。で、そこを遅くドリレーらしくんだよ。いやいや、一人だよ。パッて気づいたら3人になっとったりとか、いやいや、俺だよ。いやいや、みんな上におるとかね。そうそう、わかるわ。これ足場職員だったら絶対わかるんじゃないかな。共感してわかると思う。共感します。共感しますね。じゃあ僕次いいですか。はい、はいはい、少しだけ雨が降ってるだけなのにすぐ休みたがる。これ塗装あるあるなんですけど、ある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 、はい、で現場、じゃあ俺12家です、はい、現場じゃないですか、うん、で今雨雲レーダーとかで見えるんですよね。あ、これもここさえヤフー、そうそう、ね、ヤフー天気とかね、そうです、もうここさえ乗り越えたらもう晴れてくるだろうという時にもう、うん、携帯操作して、うん、今日は休みじゃない、今日雨降るよねみたいな、もう朝日が出かけてくる、そうそうそう、そう、塗装屋さんあるあるです。あ、あるあるね、はい、いいですか、僕もう一個いいですか、はいはい、これ多分これ共通だと思うんですけど、はいはい、多分塗装職人も足場職人も、はい、車の中で人のことを考えずに夏とかだったらもうエアコンマックスとか冬だったら、なんか話か冬だったら暖房マックスとか、でも基本俺らは言えるじゃん、ちょっと寂いわ、暑いわ、はい、いや、なんで僕なんかで言ったらもう、はい、そのまあ、うん、まあ、特定しちゃうかな、これいいのかな、トシ君暑がり、その最近はもう僕も言うんですけど、もう暑かったらちょっと暑いっすよとか言って、うん、ちょっと寒いっすよ、ちょっとエアコン切りますねとか言うんですけど、うん、昔なんか入った方が言えんじゃないですか、言えんすね、わかる、トシ君だしな、でもちょっと雨降ったらもう暖房マックスとかなんですよ、うん、それ自分がビタビタに濡れて寒いもんで、うん、だんだん暑くなってくるじゃないですか、でちょっとずつこう窓上げて涼しくしちゃうんですけど全然気づいてくれないんですよでも俺もよう言えんかったんだ最初は、でもカポラーホでって暑すぎて言えんかったんだ、よう言えんかったです。次難しいの、はい、リリーちゃんから泣きながら電話がありました、ほう、その理由は、うん、泣いてる理由ってことですかそう、あ、泣きながらリリーちゃんが泣く、相当やん、相当っすね、はいはい、じゃあ大丈夫、はい、社長からガチで誘われた、でも、もう同じような感じ、それどっちの誘われたか、あ、そっちです、そっちです、もうホテルに誘われたお前らどうしてんだよ、お前もっと使うわけ、何だよ、これこれ1枚ですよね、そうですね、これはもう1日ですね、同じ被ったそれ、お前らそうですね、被ったも1枚ですよ、早く来るね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 、はいはい、エッチ社長にお尻を触られた地味になんかありそうだよね、ありそうだよね、変な意味じゃなくて、チャリンジャーちょっとなんかさ、酔っ払ったりするとこれすぐ触ってたら向こうはさ、なんかね、やっぱ社員だもんさ、真に受けて、そうそう、気をつけてるけど、本当に気をつけますね、あんまり女の子の前にしますか、ね、
あれですよ、でもセクハラとかそういうのじゃなくて、まあまあまあ、これはちょっと微妙なラインで面白かった。2枚。いやー、出す。面白いライン、面白いラインについて。じゃあ、じゃあ、はい。はい。YouTube に出すぎて本来の仕事がおろそかになっちゃった。大丈夫大丈夫、はい、大丈夫、ちょっと、いや、なんか例えばその本来 の管理の仕事あるじゃないですか。ああ、 YouTube に出ろって現場管理がね、そうですね、 あるんで、もう YouTube までも一般仕事じゃん。マイナスいくわよ、マイナスいくわよ。大丈夫でしょ。こっち俺本気でやったらしいよ。ギリじゃん、なんならそのテンションにちゃんと話しあるから。そうですね、勝手に勝手に勝手に YouTube の場所でしょ。写真をちょっと今から出しますんで、はい、写真に対して、はい、これ、まあ、何で思ってるかとか何で喋ってるかとか何でもいいんだけど、はい、だからしか写真見せて、はい、一言みたいな一言みたいなね。全部俺なんだけど、違うどういう状況、どうなってほしいんだけどね、なんでこの写真、どういう状況、こっちが濃いな、なんか写真が濃いな、なんか写真が濃い、濃いな、やめる、いや、やめないでしょ、やめましょう、はい、はい、じゃあ、みっち、はい、仕事終わらせて、客来て、怖え、怖え、まずかちょっと待って、怖え、やっちゃうわよ、これ、バジェーわ、それ、やめて、怖い、怖い、怖い、いだてよ、一枚募集。キャバクラネタ出したら巻くと思っとるだろ、お前。キャバクラネタ出したらいいのかな。はい、じゃあ、大臣、母ちゃん、もう YouTube にコメントしてくんなって。うまい、うまい、ちょっと、焦点みたいな感じだったよね。今、うまい、うまい、うまい。言い方よかった、言い方よかった。感情構成の本当に再現してる。じゃあ最後、これちょっと難しいよ。僕なんかYouTube 用 のサムネ用の写真が、はい、難しい。僕いけるっすね。いける？はい。あ、もうちょっと下。なんか入ってるんですか？いや違う。足つぼのマッサージさん撮って。足つぼ。そっちの。そっち。ショルダーじゃない。あ、オッケーオッケー。はい。あ、上品。はい。あー、今週頑張ったらデリヘルだ。それあかん。それいいや、出ないです、全然出ないです。硬いな、今日財布が。財布硬いな。ちょっとパックとったよ。すいません、ちょっとさ、パックとった、もう一言でいいですか。あ、行く。ちょっとなんか多分違うんですよ。僕が思う社長の間違いない。一番どう思いますか。ダメだよ、出てこ、出てこ、出てこ。でもお前の気だったけど、もうこれ多分確実に出てるから。確実にチャンネル登録解除が始まってる。すいません。じゃあ今の続きで、社長の本来のですね、これ。はっ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 僕が一番やね。まあ、たまにある。たまに思いっぱい。うち募集してるよって言って。うん、って見たことあるぞ。見たことあるぞ。これちょっと難しいか。今ね、一回目に何が。めっちゃシンプルですけど。シンプル、一回目に何が出してる。もう社長ならでは。社長ならでは。で、行きましょう。タイムイズマネー。まあ、綺麗です。そういう、綺麗ですよ。タイミング。ありがとうございます。お前、いいやつ。お前、いいやつ。あらす。あいつ、俺、ガチャガチャやってくる。ガチャガチャ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。じゃ
高いやん。すいません。高いや、高いや。まあ、分かる。分かる。言ってそうだし。まあなんなら、言ってことかもしれない。まあね、微妙なのがないですよ。言い方が、言い方が悪かったけど。まあ、全部なんで、社長ね。すいません。ありがとうございます。言い方よくしたら、もう持ってかれそうだもんね、これ。これも、あれですよ。男女関係ないですから。男女関係ない。お小遣いいくら欲しいの？男は関係ないですよ。男は関係ない。男女関係ない。男女その、なしでね。男女なしで。じゃあ僕いいですか？はい。君5万？安いね。全部そっち持ってっとるやつ。昨日3万円で行っちゃった。1万5000円途中までとかなしだろ。本心目先っぽだけ。俺が SM クラブ立ち入り禁止だって？マジで昨日デリヘルブスだった。あはははははは、あんたね、もうあれあれ、これ女の子いつ、あれ俺、そういうのおかしいんだ。バスの話、まあ、これちょっと、まあ、やりやすいと思うんだけど、はい、社長が〇〇に怒っています、その理由は。はいはい、はい、社長が女の子に怒っています、その理由は、うん、もっとお前顔踏めってもっと強く踏めって SM 出た感だろ。 SM 出たか、変な発言いくで、はい、社長がミッチに怒ってます、うん、それ本当にあったやつやんけ。それあったやつだもん、それリアルの話やんか。リアル話やんか。また全員見えるところですもんね。やる話じゃないか。はい、社長がスナック嬢に怒っています、うん、その理由は、その理由は、はい、おいそれ本当のやつはいかんっすよ。お前ちょっともうまずいぞ、マジで。勝手あるしか、いや本当かどうかも大喜利なんで。やる話は本当にか。社長が怒っています、はい、その理由は。なかなかしらーちょ、魔法かそれも実話やんけ。いやー、トイレ、誰かから聞いたでも実話やんけ。本当なのかな。本当ですか。ちょ、僕いいね。そんな時もあったわ。そんな時もあった。ちょっと聞きたいんですけど、別に好きじゃないんだ、別に好きじゃないんだけど、気づいたらそういう流れ。シチュエーションで、そういう視聴者さん全然分からんと思いますけど、本当ごめんなさい。もう、まだ申し訳ないですね。リアル話は本当にあかんっすね。はい、もう、クールダウン、クールダウンじゃん。ピーピーピーって入りまくってるところ編集さんに言うだけだもん。視聴者さんが分からん。そうですね、もう分からないやつにしよう。分かりました。社長が女の子に怒っています、その理由は。それもあったね。だよ、もう天使くん、ほんとにやめてごめん。もうリアルかんぞ。社長がミッチーに怒っています、その理由は。お前昨日お前デリヘル行った時みんなに言っただろう。って言ったこと。そう、社長、僕がその僕が2階におって社長関係。ちょっと解説だけ。ちょっと聞きたい。ピー入っちゃうけど、じゃあ言うと、まあまあね、2人で入って、はい、まあ、あるね、2人来て、はい、ね、こそこそやっとって、はい、ね、隣の部屋にすごいずっと聞こえてましたと。ちょっと、さん、ピー入れてくださいね。マジで入れてくださいね。お願いしますね。それね、ずーっと。それはでも社長じゃなくて、寺道くんがかわいそうと思うんですよ。ですよね。だって僕、だって僕ですよ。こいつがなんか正直に、俺をずっと隣で。だって、そういうなんかちょっとさ、なんかね、コソコソしてる時に、今日もインスって。何も頼まなかった。いいでしょ、使えへんやんけ。かわいそう、寺道くんが。ですよね。かわいそう。一応社長、進んでください。進んでください。進んでください。最後、まあ、まあちょっとでもリアル話だな、ちょっとなんだこれ。使えんもん。まあ編集さんが編集。編集さんがピーで切れるね。じゃあ、今にはね、ちょっと枚数だからよかった。はい。
11枚あと79枚たまったらなんかプレゼント企画がありますんで、はい、また本当あのチャンネル登録と、まあ、いいね本当にいいね、はい、また教えていただけると、まあ、あの嬉しいんでぜひよろしくお願いします。ぜひなんかいろんなこと書いてほしいね。こんなお題とかこういうの書いてくれたら、またこれちょっと面白かったな。面白いです。また人数とか増やして、あ、人数増やして、はい、また面白そうだね、はい、ぜひまたやりますんで、はい、またまた。お前らいかんわ。ちょっとリアル話はいかんっすか。まあでもね、多分分からんと思う。そうそうそう。よし、自信持って社長。じゃあ行っちゃうよ。いろんなスタイル。全部行っちゃうよ。いや、ここ向きになった、向きになった。向きになった。僕らのカードの方が強いですからね。社長が出せるカードで僕らの持ってるカードが多いですから。多い多い多い。数でも勝てるし、質でも勝てます、僕らは。だって、僕らみんなで共有しますからね。みんなで共有しますからね。そうだよ、ね、共有しようっておかしくない。ってことは俺のいろんな情報みんな別に、みんな飲んだり、お前が初めてって今聞いたわけじゃない。そうそう、一括にして集まるね。ここに飲んだ情報全部俺の方もみんな持ってるから漏洩されまくってる。長編ですよ。長編疲れた。おらおら、あかよ。帰りますか。飯行こう。これ一番面白かったね。面白かったね。